戦国時代を代表する2人の英雄、武田信玄と上杉謙信。この日本史上最も名高いライバル同士が5回にわたって戦った場所が信濃の川中島である。川中島を舞台に繰り広げられた両雄の対決は、その壮絶さから歴史に名を刻む伝説となった。今回はその詳細な経過と顛末をたどっていく。天文22年、1553年頃、甲斐の虎武田信玄は広大な信濃地方をほぼ手中に収めていた。しかし武田信玄の周辺には互角に渡り合う力を持った勢力がいくつも存在していた。西方では斎藤家八尾岳、南方では今川家、東方では北条家と、それぞれが力を誇示していた。さらに北方には越後の上杉謙信が存在していた。特に上杉謙信は北信濃の国衆の求めに応じる形で信濃地方への影響力をじわじわと強めていた。その結果、武田信玄と上杉謙信の勢力範囲が接する地点である川中島において2人は衝突する運命となった。それが後に語り継がれることとなる川中島の戦いである。川中島の戦いは天文22年、1553年から永禄7年1564年までの間に少なくとも5度にわたり行われた。その中でも最大の激戦が繰り広げられたのが4回目の合戦だった。その戦いでは両者の総大将である武田信玄と上杉謙信が一騎打ちを演じたと言われており、その伝説は今日まで語り継がれている。戦国時代の最も壮絶な戦いの一つとして歴史のページにその名を刻んだこととなったのである。川中島は天下の奇数を決定する地。ここは絶対に手中に収めねばならぬ。謙信との境界はそのほとんどが山岳地帯。大軍が侵入できる箇所は川中島しかない。この地にて軍事衝突するのは必然。川中島で勝利した後はさらに北上し、越後に侵入して北陸道を抑える。川中島は千曲川と犀川が合流する箇所に位置する非常に重要な交通地域である。周辺は山脈や大河といった障害物があるため、利用可能な通路は限られていた。そのため広大な盆地である川中島が中部地方と北陸地方をつなぐ交通の要所となったのである。その結果、昔から各勢力が優位を確立するためこの地を手に入れようと争ってきた。川中島を手に入れれば中部勢力が北陸道を制することになり、また同様に北陸道勢力が中部地方を支配することができた。つまり川中島は嫌が追うでも上杉武田両勢力にとって運命を左右する場所となるのである。それぞれの視点から考えると、上杉謙信は中部の勢力、すなわち武田信玄の侵略から領土を守るために川中島を保持する必要があった。一方武田信玄にとっては北陸道への侵攻のために川中島の所有が欠かせないものだった。そのような理由からこの地は両者にとって避けられない重要地点となり、その拠点争いが激化することとなったのである。川中島は我が上杉家が武田の勢力を防ぐための盾であり、ここを無視することは許されない。我が家を安泰にするだけでなく北信濃まで手中に収めるためにもここを保持することは重要。川中島を制すれば北陸道を抑えて越後へ進出できる。この地を制することで我が力はさらに強大になるだろう。川中島の重要性を理解していた信玄と謙信はお互いに並々ならぬ決意を抱いて大規模な兵力を動員していくこととなる。上杉謙信が越後の平定を成し遂げた頃、甲斐の武田信玄は信濃の制圧に乗り出していた。信玄は諏訪を制圧し信越国境に迫った。天文22年、1553年4月、信濃で北上する信玄の攻勢を受けた村上義清が敗走する。そして本拠地桂尾城を捨て越後の上杉謙信のもとへ助けを求めた。川中島の戦いの発端は信玄が信濃に勢力拡大を進める中、村上義清ら北信濃の国衆が隣国越後の謙信を頼ったことからである。村上義清は謙信とは縁もゆかりもない。だが村上義清が頼ってくると義侠心の強い謙信は受け入れる。また同時に高梨、井上、島津、須田といった北信濃の国衆たちも謙信に助けを求め信玄に対抗しようとしていた。信濃の大半が信玄の手中に入ることを阻止するためにも義清を受け入れた方がいい。奴は我らと縁戚関係にある高梨と交戦し対立はしてはいるが、武田の勢力が勃興している以上真の敵は信玄となった。北信濃の国衆を助け信玄と戦う。信玄は桂尾城を落とし川中島南部を手に入れると直ちに仕置きを始めた。遅元八郎は上将として桂尾城に入って
村上らの逆襲に備えよう。謙信の援護を受けた村上義清ら北信濃の国衆ら兵5000人ほどが遅元八郎が守る桂尾城の攻略に向かった。信玄は桂尾方面に向かう村上義清らの動きを察知し、4月12日軍勢を川中島に派遣。しかし武田軍は八幡を突破され、4月23日に桂尾城が陥落する。遅元八郎らが戦死した。村上義清は本領を奪回したのである。内通者が出たために桂尾城を奪われてしまった。これ以上攻撃すれば敵と決戦となる。上杉軍がどのくらいの強さかわからない段階での決戦は避ける。確実に勝てる策を練ってから決戦する。直ちに刈谷原城に撤退せよ。信玄は衝突を避け、4月24日刈谷原城に撤退し、尾身城、青柳城、大岡城の守備を厳重にすることを決めた。その状況を見ていた村上義清は榊や和田といった丘陵を回復し、さらに塩田平にも進出し塩田城に入った。この時義清に味方する国衆は和田城主や武石城主などごくわずかで、多くは武田方についていた。義清討伐を急がず、まずは一旦甲府に戻り体制を立て直す。信玄は5月1日に深志城へ撤退し、11日に甲府へ帰還した。続いて信玄は6月1日の軍議で21日に再び出陣し、村上義清が守る塩田城を攻略する決定を下した。しかしこの出陣は一旦延期となった。将軍足利義輝から信玄の嫡男太郎への返帰授与のための使者が到着したからである。信玄は上司との面会を終えると7月25日に甲府を出発し、3日後の28日には内山城に入った。武田から離反する者を伏せる。そのためにまず村上の持ち城であった和田城、高戸屋城を攻め落とすなど足元を固める。それとともに義清を裏切った者たちには所領の安堵や恩賞を与え手なずけておく。武田軍は8月1日に長久保城に入り、村上上杉方に内通した大井信貞らがこもる和田城を攻略。大井信貞以下一族郎等はことごとく撃たれた。続いて武田軍は8月4日に高戸屋城を落とし、籠城する敵をなで切りにした。その残虐なやり方に恐怖を覚えた内村城の者たちは城を出て降伏。多くの村上勢が降伏する中、武田軍は村上義清がこもる塩田城に迫った。そして8月5日武田軍の猛攻を恐れた義清は城から脱出し、塩田城は陥落した。武田軍の進撃はとどまることを知らず、義清の支配下にあった16の城がわずか1日で降伏した。塩田平一帯を再び制圧することができたわ。こうして村上義清の本領回復はわずか3ヶ月で終わった。その後信玄は重臣の小太政を塩田城主に任じ、小さ方軍を抑えさせた。だがここで新たな敵が姿を現す。越後から上杉謙信の軍勢が信越国境を越えて南下してきたのである。この度の戦いは信玄の力量を図るため、本格的な戦いはせず、あくまで威力偵察程度にとどめ、敵の出方を見る。敵地での長期駐留もしない。この謙信の動きに対して信玄自身は塩田城を本陣にして上杉軍に備えた。謙信は我が勢力内まで深く踏み込もうとしている。ならばこちらも城から撃って出る。だが無論大規模な決戦はせず、相手の出方を伺うだけにする。信玄率いる武田軍は塩田城を出て川中島に向かう。謙信もまた南下を続け川中島に入った。そして武田上杉両軍は9月1日に川中島で激突した。天文22年1553年第1回の川中島の戦いが始まったのである。この時数え年で謙信は24歳、信玄は33歳だった。この戦いで両軍は3度激突し、3度とも上杉軍が武田軍を撃破したという。その後も武田軍の劣勢が続く。上杉軍は勝利の後さらに荒戸城を攻略すると、3日に青柳に侵攻し砲火した。次なる目標は刈谷原城の攻略。謙信の攻撃目標が刈谷原城だと分かると、慌てた信玄は刈谷原城の守りを固めた。刈谷原城を守るべし、至急小房京之助は刈谷原城に入れ。信玄は刈谷原城の援軍として小太政の子左京之助を派遣した。信玄が刈谷原城の守りを固めるのなら無理に忘れず、攻撃目標を国造三条にする。上杉軍は攻撃目標を変え国造三条を攻略。救援に出てきた武田軍も撃破した。
劣勢続きを何とか変えたい。荒戸城と臣城を奇襲して上杉軍をことごとく討ち取れ。武田軍は13日夜、上杉軍に占領されていた荒戸城と臣城に夜襲を仕掛けて放火した。武田軍はこの野戦で多数の上杉軍を討ち取ったという。荒戸城を敵に奪われれば、我らは背後からも敵の攻撃を受けることになる。挟み撃ちになることを避けて一旦八幡まで後退する。謙信は武田軍に攻撃されるのを避けるべく15日に撤退を始める。武田軍はこれを追撃し、上杉軍に少なくない損害を与えた。しかし上杉軍は八幡まで引き返すと、荒戸城に対する備えをした後に再び塩田城方面に向けて進攻を始めた。ただし榊南城に放火しただけで塩田城に進むことはなく、20日に上杉軍は兵を引いた。武田軍の備えは固い。長陣して無理に攻める必要はない。信玄も上杉軍の進攻を見て塩田城を出て途中まで出馬したが、20日になって上杉軍が越後へ引き上げると再び塩田城に戻った。こうして武田信玄と上杉謙信の最初の対決は幕を閉じた。天文22年の第一次川中島の戦いは終わったのである。信玄は戦後処理を終えると10月7日に塩田城を出て深市城に入り、17日には甲府へ帰還した。謙信を恐るべし、奴は狡猾に兵を自在に動かす。城の攻略と見せかけて我らを誘い出し、救援に駆けつけた我らを野戦で破る。その傭兵は全く融通無礼。謙信と直接戦うのは避けた方がいいかもしれない。決戦を避け、謀略によって領土を拡張する。謙信がいなくなった後に徐々に侵食する方がいい。上杉軍は当初村上義清らの本領帰還に成功したものの、武田軍の反撃によりその努力は無に帰した。再度謙信自らが軍勢を指揮して武田領深くまで進軍したが、特段の成果もなく撤退を余儀なくされたのだった。北信濃の国衆を支援するだけでは川中島一帯の領土を維持することは難しい。我らが本格的にこの地を支配しない限り信玄の侵略を止めることはできない。決戦でもして武田軍に大打撃を与えなくてはならぬ。天文24年1555年4月、武田信玄は善光寺別当の栗高久寿に調略を仕掛け、これを味方とすることに成功した。善光寺別当の栗高久寿が味方になったことで善光寺を手中に収めることができよう。直接謙信と戦うことはせず、内部を切り崩し謀略でもって拡大する。この状況は謙信にとっても一大事だった。今まで支援を求めてきた栗高久寿が我らを裏切り信玄についた。まごまごしていると善光寺が信玄によって制圧される。事態を重く見た謙信はすぐに8000ほどの軍勢を率いて春日山城を出陣。善光寺のすぐ東側にある横山城に本陣を置いた。この方に接した栗高久寿は旭山城に籠城し信玄に支援を求めた。要請を受けた信玄は直ちに援軍3000人と弓800張り、鉄砲300丁を送って謙信に対抗した。栗高久寿を守らなくてはならぬ。直ちに出陣して謙信を打ち破る。この時信玄は木曽への進攻を始めていたが、謙信の来襲を知ると木曽攻撃を切り上げて川中島に向かった。そして4月6日信玄は川中島に入り青木島大塚に着陣した。まず旭山城に兵を入れて守りを鉄壁にしつつ、別に大塚に本陣を置けば謙信は西側を渡ることもできまい。仮に前進して西側を渡れば旭山城とここの本陣から攻撃することができる。よって謙信はこれ以上動くことはできないから。信玄は大塚に本陣を置き、今川義元の援軍とともに軍勢を西側沿いに展開して上杉軍と対峙した。第二次川中島の戦いが始まったのである。信玄が来たとなれば旭山城の攻略は難しい。ならば旭山城を封じ込めるための城を作ればよい。謙信は前面に武田軍の本隊、側面に旭山城を引き受ける困難を打破すべく、これらに対抗する城を築いた。これが桂山城である。謙信は桂山城を作ることで旭山城の動きを封じようとしたのである。だが正面の武田軍との決戦は難しい。仮に前進して西側を渡ろうとすれば半渡りの時を狙って武田軍は総攻撃をかけるだろう。そうなれば我が軍は壊滅する恐れも出てくる。ここは動くことができない。
信玄が犀川南岸に布陣したため謙信は南下することができなかった。一方武田軍も旭山城の救援に向かうことができず戦線は膠着した。しかしついに両者は激突する。対陣が始まって3ヶ月後の7月19日犀川沿いで戦闘が勃発した。しかし先人同士の小競り合い程度で終わり、さらに膠着状態は続く。膠着状態が続いたことで両軍ともに沿線気分が蔓延し兵糧の確保にも苦しむことになる。とりわけ上杉軍は陣中での喧嘩が絶えず勝手に退陣して帰国する者まで現れた。そのため謙信は10月に五箇条の制止を全ての武将に提出させ団結を図った。このまま長陣を続けるわけにはいかない。兵糧の心配もあるが何よりの問題は美濃の斎藤動作、東美濃への圧力を強める土宇さんに対処せねばならない。だが土宇さんとの和睦は失敗し、そのため岩村城の遠山が土宇さんに寝返り内里城の遠山にまで攻め込まれる事態となってしまった。謙信と土宇さん2つの強敵と同時に戦うことは難しい。長陣になれば沿線気分が蔓延し士気を維持するのが難しくなる。また兵糧の問題も出てくる。それに両国も不安定なためなるべくなら早く切り上げたいが、信玄はそれ以上に苦しんでいるはず。我らよりも本拠地は遠く、一層不利。信濃を奪取してから日も浅いため、いつ反乱が起きるかわからず、信玄も気が切れないであろう。長陣の名前比べなら、我らの方が有利。必ず信玄は根を上げて引き返すに違いなし。辛抱強い信玄だったが、謙信との和睦交渉に動き出す。信玄は今川義元に和睦の調停を依頼。7月早々から今川義元の仲介で謙信との和睦交渉に入った。ところが義元の提起した和睦条件と信玄の意向が合わず調整が難航。信玄が躊躇している中、嫡男の義信が今川の提案を受け入れるよう強く勧めた。義信は今川家を利することばかりを考え不死の関係を忘れている。あまりに義信は固くなすぎる。今川は単に同盟者である我らを救うためだけに朝廷に乗り出しているのではない。今川の本来の目的は我らが南下して今川領を犯すことを阻止することにある。そのため今川の領域から遠い川中島で謙信と我らとの適度な均衡を作り出しその目的を達成しようとしている。つまりは今川の安定のために我らを川中島に縛り付けようとしているだけ。謙信との和睦交渉を一時中断しなければならない。武田信玄と今川義元の調整は難航を極めた。しかしうるう10月やっと武田と今川の間で条件がまとまり調整は成就する。そして義元が仲介とする和睦の書状が謙信のもとへ届けられた。謙信もこれを了承し両軍はうるう10月15日に撤退した。和睦の条件は武田方の旭山城を破却し武田に圧迫されて越後へ避難していた井上、津田、島津の各市に本領を復帰させ武田と上杉の境界を犀川とすることだった。この条件にのっとって旭山城は破却され島津の国衆は本領に復帰した。双方勝機をつかめぬまま204日に及んだ退陣がついに終わったのである。我らの勢力圏は犀川近くまで後退してしまったが、だが湿地はまた謀略によって取り戻す。旭山城の破却だけでもよしとしたい。さすがに村上義清の本領復帰までは認められなかったか。天文24年1555年うるう10月に今川義元の仲介により武田と上杉領氏は和議を結んだ。しかし信玄はそれにもかかわらず日田信濃への調略の手を緩めることはしなかった。信玄がまず目をつけたのは第二次川中島の戦いの時に上杉軍が築城した桂山城である。ここには落合一族らが在城していたが信玄はこの落合一族の切り崩しを開始した。旭山城が破却されて使えなくなったとなれば桂山城を奪い取ればいい。ここを奪えば善光寺平の要衝を手に入れることとなり善光寺平の制圧が近づくことにもなる。工事2年1556年3月信玄は美濃地軍の清少寺を通じ落合一族を内応させた。また高井軍の井上氏の内部にも工事を持って誘いをかけて味方に引き入れ同軍の市川氏も武田側に引き入れた。この動きを察知した上杉側の高梨正頼は7月19日に武田に寝返った井上左衛門の城のこもる綿内要害を攻めこれを落とした。こうして武田と上杉の和睦は事実上破綻したのである。軍事行動に出ることは
一方的には僕を破ることに等しい。それならばこちらも兵を動かすしかない。8月、信玄は真田幸綱に命じて天飾城を攻め、これを攻略した。天飾城を前線拠点とし、直ちに城布陣を始めよう。こうした事態に謙信は全く介入の動きを見せなかった。それは同年6月に謙信が隠居を宣言し越後を出奔する事態が起きていたからである。その後謙信は家臣らの説得を受けて越後に復帰する。しかしすぐには川中島に向けて軍事行動を起こすことはできなかった。8月に武田の調略により越後で大隈友秀が謀反を起こし、その鎮圧に追われていたからである。謀反は結果的に鎮圧され、大隈友秀は武田の元へ逃れた。大隈友秀の謀反を収めた後は直ちに信玄の討伐に向かいたいが、雪深い季節になったため動くことはできぬ。明けて工事3年、1557年1月20日、謙信は信玄の討滅を決意し川中島に向かうことを決定する。しかしこの頃信越国境は新設に閉ざされていた。この間隙をつく形で武田方の調略は続けられ、2月には高梨一族の山田城主らが相次いで武田方に内通した。そして2月15日、武田軍は桂山城を奇襲攻撃し、ついに城は陥落した。桂山城を奪ったことで旭川城破却の効果を失わせることができる。善光寺平を手中に収めるための足がかりとしては十分。武田方は桂山城を攻略したことで善光寺平を抑える要衝を掌握し、再び軍事的優位に立った。北信濃の反武田派の国衆がこの事態を知ったとき、彼らの間に大きな動揺が走った。島津忠直は本拠地である八頭城を捨てて大蔵城に逃れ、謙信へ至急の御詰めを要請した。信玄は犀川を越えないという講和条件をほぼにして侵略してきた。真偽を踏みにじった下道の信玄を許すわけにはいかぬ。今度こそは決戦に引きずり込んで殲滅してやらねばならぬ。信玄を討伐するため全軍に召集をかけよう。島津忠直らの救援要請を受けて謙信は軍勢を召集すべく越後国内に陣触れを出した。しかし雪に阻まれ、思うように軍勢が集まらなかった。この間武田方のオブトラマサラが北上を続け、高梨正頼がこもる飯山城に迫っていた。飯山城は越後と境界を接する要衝の地。ここを武田に奪われることは越後そのものに危険が迫ることになる。また信濃へ及ぼす影響力も低下してしまう。高梨正頼からは出馬が遅れるようでは飯山城を武田に明け渡すしかない。東都市とも須賀市とも取れるようなことを言って援軍を要請してきている。これに応じて御詰めに行きたいが、だが新設のために出陣できない。雪のために出陣できない謙信だったが、4月18日、雪が溶けてようやく信濃に向けて出陣した。これによりそれまで飯山城や大蔵城に退避していた反武田の勢力が反撃に転じた。大蔵城に逃れていた島津忠直は武田方の土屋城攻撃に加わり、さらに進んで木梨に夜襲を仕掛けた。上杉軍は信濃に入ると武田方に降伏した山田城や福島城を攻略し、さらに進軍を続ける。謙信自身は4月21日に善光寺に着陣した。敵陣地数箇所へ攻撃を加え、根小屋を放火して武田軍を牽制した後に旭山城に入る。謙信は第二次川中島の戦いの後破却した旭山城を再興して本陣にした。桂山城を奪われたとなれば旭山城を作り直せばいい。これで不利を一気に回復することができよう。そうなれば信玄も黙ってはおるまい。善光寺平の制圧を狙っているはずの信玄は旭山城を奪い取ろうとするだろう。必ず湿地を回復しようと出陣するはず。そうなれば決戦することができる。さらに奴をおびき出すためあえて隙を見せる。すなわち直ちにこの地を去り飯山城まで後退する。謙信は旭山城に軍勢を入れた後にすぐに飯山城まで退いた。一方謙信出陣の方に接した信玄は4月28日、諏訪大社で戦勝祈願を依頼し出陣の準備を始めた。しかし信玄は信濃に入りながらも深市城から動こうとはしなかった。謙信の動きを注視するだけでいい。まだ積極的に動く必要はなし。奴と決戦する危険を冒すよりじっくり謀略によって着実に奪い取っていけばいい。無駄な戦いはせずに勝つ。信玄が動かないのであれば周辺で暴れ回って奴を挑発するのもよし。
5月になって謙信は積極的な行動に出る。5月12日、上杉軍は高坂へ侵攻し、その周辺を放火した。続いて翌13日に北国街道を南下し、榊、岩花まで進んで一帯を荒らし回った。さらに謙信は野沢に軍勢を進めて市川藤若が守る毛見城を攻めた。市川藤若は信玄に援軍を要請するとともに、謙信からの降伏勧告を拒否し、抗戦を続けた。ここまでしても信玄は動かずか。奴が来ないのであれば、このまま攻め続けても意味がない。市川藤若の頑強な抵抗に、謙信は力攻めを諦め、6月11日、飯山城へ撤退した。一方の武田方も市川藤若の援軍要請を受け、地球、救援に動こうとしていた。ご詰めはするが、わし自らが出陣することはしない。謙信との決戦はまだ少々。しかるべき手立てをしてから、謙信と決戦に及ばん。だが、ご詰め軍が上田に集結したところで上杉軍撤退の報告が入ったため、取りやめることになった。今度は天飾城を攻撃し、信玄の出陣を誘う。もしそれでも信玄が来ないのであれば、本格的に天飾城を攻撃してこれを奪取する。7月に入って謙信は再度南下を始める。そして天飾城の攻撃を始めた。信玄はこれを見越して天飾城に重臣の小山田虎光、真田幸綱らを配備し、厳重に守りを固めていた。謙信を牽制するためにも奴の意表を突く動きに出てやる。山形正兼は深志城から安住軍に入り、小谷城を攻撃せよ。小谷城は越後の国境に近い。ここを奪取できれば越後へ侵入する拠点にもなり、糸魚川からの経路を確保することができる。そうなれば謙信にとっては死活問題となろう。ここを攻撃するだけでも謙信は慌てて軍勢を引き返すに違いない。退却する敵を追撃するのはたやすい。敵を追撃戦に持ち込んで殲滅する。信玄は山形正兼らの別動隊を小谷城の攻略に向かわせた。そして7月5日に武田の別動隊は信越国境の小谷城を攻め落とした。信玄自身は追撃戦を見越して深志城から密かに軍勢を進め、塩崎城に入った。塩崎城は川中島を一望できる城だった。武田の別動隊が小谷城攻めに向かったということは、我らに撤退を促そうとしているのだろう。この信玄の策を逆手に取ってやる。すなわち信玄の意図に従ってこの地から撤退する。あえて敵に背を見せる。信玄は当然術中にはまったとみて追撃してこよう。敵が追撃してきたところで反転して決戦を敢行し、これを撃滅する。このやり方しか慎重すぎる信玄と決戦する方法がない。信玄を自らの策で墓穴を掘らしてやる。謙信は小谷城陥落の方に接すると直ちに退却を始めた。この上杉軍の退却を見て塩崎城を本陣としていた武田軍が追撃を始める。直ちに反転して敵を迎え撃つ。8月29日、武田軍と上杉軍が上野原で激突した。この上野原の戦いの詳細は不明だが、相当な激戦であったという。めったに感情を発揮しない謙信が3点も出していることからも伺われる。一方信玄は感情を発揮していないことから、この戦いは謙信が勝利したとされる。しかし上杉軍は武田軍に対し決定的な打撃を与えるまでには至らなかった。結局謙信は大きな成果を上げることができず、9月に越後へ帰国した。信玄も10月16日に甲府に帰還を果たす。この度の戦いの成果は我が軍の強さを信玄に示しただけに過ぎん。だがそれでも今後は我が軍を恐れて信玄の動きは看板となろう。領国拡大に成功した。築二街道を訳する小谷城を手に入れ、謙信を撤退させることができたのだから、この度の出陣は勝利に値する。戦果としてはまずまず。信玄は孫子に忠実。あまりに堅実な戦いをするため迂闊に手を出すと大やけどを負いかねない。戦いに敗れても潰れることはなく、平時になったら領土を拡大する。一気に領土を拡大するような冒険は避け、現状の中で可能な限り領土を増やしていく。恐るべき力量。小さな戦いで勝利を続けても信玄を倒すには至らない。大規模な決戦に持ち込んでその場にて壊滅させるしか信玄の野望をくじく方法はない。謀略によって領土を拡大するには限界がある。たとえ成功したところで謙信が現れれば浮かしてしまう。
着々と築いた勢力圏が謙信との一戦だけで一気に後退してしまう。これではいつまでたっても川中島を領有することはできず、越後も手にすることもできない。結局謙信を倒さない限り先に進むことはできず、であるならば少々の危険を冒しても好機となれば謙信と決戦をし打ち破ることだし、北条と今川との関係を強化する。さらに大阪本願寺と手を結び、加賀の一向宗徒に越後を脅かすように仕向ける。そうなれば謙信は一向宗の鎮圧に全力を傾けざるを得ず、その間に川中島を制圧することができよう。また越中の陣も長本とも組んで越後の国境を不安定にさせ謙信を牽制する。謙信が信濃に出兵したら陣も長本にその背後をつかせる。今川に関しては義元が亡くなり衰退が見て取れるほどになった今、国境を破って侵略される心配がなくなった。今川との国境に張り付けてある南部の兵力を川中島に投入することが可能となった。来たるべき決戦に勝利するためには大軍を速やかに川中島に集結しなくてはならん。そのためには道路の整備が肝要。甲府から川中島に至るまでの道路を速やかに整備せよ。一旦川中島で有事があるときには甲府から3日で到着できるようにする。大兵力を戦場で一気に投入して敵に勝る数の力で決着をつけてやる。関東管領を継承したことで周辺国州の求心力は高まった。この大義の正当性を武器にして信玄の謀略を粉砕し、逆に信玄の動揺を誘う。もはや国州の奴らもそう簡単には信玄の誘いに乗ることはあるまい。今度も信玄とは川中島で戦うであろう。そのため道路整備を行い、兵力を一気に川中島に投入できるようにする。大軍勢が即時に川中島に行けるようになれば信玄との戦いを優位に進めることができる。作戦の選択肢も広がろう。迅速に兵力を集中し信玄に決戦を強要してこれを潰す。永禄4年1561年5月、信玄は信越国境に軍勢を進めた。謙信が関東に出兵し本国を留守にした隙をついてのことだった。そして6月に割ヶ岳城を攻め落とした。この割ヶ岳城の戦いは津六郎兵衛が戦死し、原虎胤が重傷を負うというかなりの激戦だった。謙信の関東出兵の隙をついて領土を拡大する。これは北条に対する支援にもなる。割ヶ岳城の攻略は越後進出の足がかりにもなる。謙信は焦るであろう。信玄は割ヶ岳城を攻略するとそれ以上の軍事行動は控え、6月下旬あっさり甲府に帰陣した。謙信がどう出るか、陣も長本を倒すために越中に向かうことも考えられる。謙信にとっては川中島より越中口の方が重要。この頃川中島制圧のための前線基地とも言うべき海津城が完成した。海津城は千曲川を天然の堀とし、荒廃を山に囲まれた要害だった。海津城が完成したことで補給に悩まされることもなくなるだろう。ここを川中島制圧の前線基地として思うように兵を動かすことができる。海津城が完成するまで武田軍の前線基地は海津城から40キロ以上も離れた小諸だったから、この城が完成した効果は補給の観点から言っても絶大だった。このまま関東在陣を続けることは我らの本国を危うくするものとなる。ここは直ちに越後に戻らなくてはならない。謙信はこれら信玄の動きを受けて関東在陣を切り上げ本国に戻ることにした。謙信は6月21日に関東進出の拠点だった前橋城を立ち、28日春日山城に帰還した。昨年越中の陣も長本を攻めこれを敗走させたが、まだ越中口は不安定。これに対する対処もしなくてはならない。越中口、関東、そして川中島と3方面に対処しなくてはならなくなった。信玄は揺さぶりをかけてきている。ならばこちらも信玄を揺さぶってやる。すなわち越中口に進出すると称して大規模な兵力を春日山城一帯に集める。だが越中口には一部の兵だけを向かわせ、大部分は春日山城から動かない。しばらく待機する。そして時期を見て春日山城に集結させた軍勢の中でもえりすぐりの精鋭をわしが率いて川中島に入る。その後海津城を攻撃するふりをする。主力が越中口に行くと思い込んでいるはずの信玄は慌てて海津城の救援に向かうだろう。それを予期してさらに策を立てて信玄を決戦に引きずり込む。信玄は海津城を築城して補給の維持に成功したと思っているだろう。だがそれは逆に海津城に固執しなくてはならなくなったことを意味する。我らが海津城を攻めようとすれば必ず信玄はこれを救援するために出陣せざるを得ず、
そうなれば決戦する機会が得られる。我らとしては海津城なんぞはどうでもいい。たとえこれを攻略できたとしても、軍勢を引き上げれば再度武田のものになるか、別の城が作られるだけであろう。それよりも海津城を餌にして信玄を決戦に引きずり込む方が得策。結局武田軍を決戦で殲滅しない限り、状況は何も進展しない。川中島に出陣する長尾正景は留守の大将として春日山城を守れ、そして会津の芦名と出羽の大宝寺から援軍を求めよう。謙信はさらに越中口に斎藤智信、三本寺定長らを派遣して越後の守りを固めると、8月14日1万3000の軍勢を率いて春日山城を出陣した。そして飯山城に入り、ついで善光寺平に侵入、15日に善光寺に着陣した。信玄は慎重で用心深い。波の御詰め決戦はできないだろう。すなわち武田軍が海津城付近に来てもそれだけで決戦にはならない。信玄はそのような決戦を必ず避ける。確実に勝てると見なければ絶対に決戦に踏み切ることはしない。つまりは誰が見ても我らが絶対に不利な状況にならなければ信玄は動かない。ということは決戦するにはあえて我らが不利な状況を作らなければならない。しかし本当に不利な状況になることもまずい。すなわち我らが海津城を攻撃し続け疲弊している間に武田の御詰め軍が背後に回るような状況は避けねばならない。強撃を受けることは本当の不利な状況となる。よって海津城を攻撃することはせず、決戦を強要する策は信玄を惑わすような斬新奇抜なものにしなくてはならぬ。すなわちあえて危険を顧みず敵に弱みを見せる。そしてそれに信玄が食いついたところを粉砕する。言うなれば鷲自らがおとりとなって敵陣深くに入り込み西助さんに布陣する。西助さんに布陣すれば味方からの補給が難しく敵地で孤立することになろう。信玄はこの弱みにつけ込んでくるはず。敵陣深くの指示に飛び込めばおのずから味方の気が張り詰める。死に物狂いの戦いができよう。謙信は御詰めとして5000人の兵を善光寺に残して進軍を始める。謙信率いる8000の上杉軍は16日に犀川を溶かして川中島に入り、海津城を横目にしながら千曲川を越えて西助さんに布陣した。かくして第4次川中島の戦いが始まった。上杉軍の襲来は直ちに海津城から甲府に伝えられた。海津城には約3000人の兵がこれを守っていた。海津城を救援する。直ちに川中島に向かえ。16日のうちに上杉軍の襲来を知った信玄は今川北条からの援軍を得て18日に甲府を出陣した。しかしその進軍速度は遅かった。信玄は進軍しながら謙信の詳しい状況を逐次把握していたが、謙信の意図を測りかねていたため明確な方針を打ち出すことができなかったのである。謙信の意図がわからない。我が領内深くに入り込んで西助さんに布陣するとは全く意味不明。海津城を牽制するにしても威嚇するにしても危険に見合うだけの効果はない。もし我らが西助さんの補給路を遮断したらどうするつもりなのか。我らが西助さんを包囲したら謙信はどう動くのか全くわからない。謙信ほどの人物なら我らが補給路を遮断することは百も承知なはず。それを分かっていながらそれでも西助さんに布陣するとは何か罠があるに違いない。何かの罠としか考えられぬが、それがどういう罠なのかわからない。おそらくは我が軍を迎撃して決戦するつもりだろうが、どのような罠があるか計りがたい段階での謙信との決戦は避ける。その為地蔵峠から海津城に至る進路は避け、小牧山から川中島に入る進路で進軍することとする。そして茶臼山付近に布陣する。この目的は善光寺からの補給路を遮断して西助さんを孤立化することにある。もし直接地蔵峠から海津城に入ろうとすれば謙信は西助さんを一気に駆け下りるだろう。そうなればたちまち決戦になってしまう。このような形での決戦では数に勝る我らであっても多大な犠牲を被る。数的有利は勝利を生み出す一要因に過ぎず、これを過信してはならない。決戦をするからには確実に勝てる状況を作らなければならない。今は決戦をする好機ではないため、まずはこれを避けるようにする。すなわち小牧山から川中島に入り千曲川を隔てて布陣する。こうすれば謙信は川を渡って決戦しようとはしないはず。仮に無理に川を押し渡れば容易にこれを殲滅することができよう。信玄は総勢1万7000の軍勢を率いて8月24日川中島に進出し茶臼山付近に布陣した。謙信の意図は分からぬが確実に町側の正攻法を取ればいい。
すなわち敵の補給路を遮断する。海津城と我が本隊とで妻女さんの献身を攻撃する体制を取り、封じ込める。敵は身動きの取れない状態になり、補給が断たれれば撤退するほかない。この敵の退却を待って一気に追撃をして殲滅する。今度こそ献身を潰せる好機が到来したのかもしれない。信玄が茶臼山付近に布陣したのは、妻女さんに布陣する上杉軍の退路と補給路を断つことが目的であった。信玄が餌に食いついてきている。信玄は我の意図を押し量ることができず、そのため正攻法を取って妻女さんを封じ込めようとしている。信玄の注意を妻女さんのみに引きつけることに成功した。信玄は善光寺に布陣している5000の兵力と、さらにその奥で控えている春日山城の大兵力の存在を認知できていない。このまま敵が妻女さんのみに注目し続ければ、逆にこちらから善光寺、春日山城の軍勢と共に挟み撃ちをすることができる。また仮に信玄が無理して越後に攻め込むために北上しても、攻撃することができる。いずれにせよ今は敵の警戒心が緩むのを待つ。退陣は5日に及んだが、上杉軍は全く動く気配がなかった。そのため信玄は不安になっていく。我らが妻女さんを攻撃するつもりになっているだけで、逆に我らの方が挟み撃ちを受ける状況に陥っているのではないのか。謙信は善光寺、春日山城と妻女さんとで我らを挟み撃ちをする気ではないのか。春日山城から一気に善光寺に大軍が入り、さらに我が本陣にまで進撃してきたらひとたまりもない。そこに妻女さんの敵が殺到すれば、我が軍は壊滅してしまう。上杉軍の機動力の高さからもそれは可能であろう。包囲したつもりが逆に包囲される側であったということか。それゆえに謙信は全く慌てる素振りすら見せず、動こうとしないのか。安全を確保するため本陣を海津城に移す。信玄は茶臼山付近の布陣を解除し、海津城に向かった。ここで山を降りて決戦することもできるが、信玄は備えを盤石なものにしているだろう。ここで打って出れば千曲川を渡るしかない。半渡りの状態で敵から攻撃を受ければ、我が軍が瓦解する危険性も出てくる。また、海津城から敵が撃って出れば挟み撃ちを受けてしまう。ここは何も動かず、傍観することに徹する。まだ決戦の機会ではない。武田軍は、妻女さんの上杉軍と交戦することもなく、8月29日、海津城に入った。信玄が海津城に入ったということは、我らとの決戦を放棄したことを意味する。海津城に入り、我らに圧力をかけ続けることだけを目的としているように見える。そうなれば我らは妻女さんを降りて引き返すしかないが、それならわざわざ妻女さんに布陣した苦労が無意味となる。何とか信玄を決戦に引きずり込みたい。謙信の出陣から1ヶ月近く経った9月9日、海津城内で武田軍の軍議が開かれた。川中島を制圧し、越後を手に入れるためには謙信を潰すしかない。決戦をし、上杉軍を殲滅しなければならない。が、その好機が今までやってくることはなかった。それならば自ら好機を作って、謙信を決戦に引きずり込むしかない。思い切って善光寺を攻撃するか。だがそれをやったら妻女さんの敵側が背後をつくであろう。それなら全軍でもって妻女さんを攻略するのはどうか。これもまたうまくいかぬであろう。おそらく謙信は妻女さんの守りを鉄壁の堅陣にしているはず。これを落とすには多大な損害と時間を要する。そうしている間にも善光寺方面の敵が我らを襲うだろう。攻勢限界点がやってきた時に敵の猛攻を受ければ我らは壊滅してしまう。妻女さんの攻略はあまりに危険。春日山城から敵の大軍がやってくる前にこの状況を打開しなければならぬ。一戦もせずに撤退することはできない。我らの半分ほどの敵を前に撤退したとなれば外分が悪い。それだけでなく海津城は謙信の手に落ちてしまうだろう。敵は撤退しようともしません。もしかしたら春日山城からこの地に大軍を移動して海津城を包囲する気なのかもしれませぬ。そうなれば我らは窮地に陥ります。時が経って利するのは謙信の方。今の段階では軍勢の数は我らの方がはるかに優勢です。しかし時が経てばそれが逆転しかねません。ここは時をかけずに謙信に決戦を強要するしかありませぬ。軍議は冒頭から主戦論一色となった。信玄は小太政、馬場信春の検索を入れて決戦を決断する。馬場信春と山本勘助に作戦の立案を指示した。霧が立ち込めているため妻女さんからは我が軍の動向を監視できません。その霧を利用して敵を殲滅しましょう。まず別動隊を組んで霧に紛れて妻女さんを奇襲します。驚いた敵は妻女さんを駆け下りるでしょう。そこを別動隊が追撃して大きく包囲していきます。その際
包囲網の外側に騎馬隊を集中的に配備して全体の追い込み速度を等しくします。混乱し敗走する敵をさらに追い詰めていきます。最後に我が本体が待ち受けて敵の逃げ道を塞いで一網打尽にします。この作戦の肝は単なる奇襲によって敵を敗走させるだけでなく敵の逃げ道を塞いで一気に壊滅することになります。西女さんを奇襲するのなら大軍によってやるしかない。これを待ち受ける我らの本体が少々手薄になるが、大軍による奇襲でなければ効果は出ないであろう。奇襲部隊が少数であれば冷静を取り戻した敵にかっこ撃破される危険性がある。馬場信春と山本勘助の作戦は武田軍を2手に分け、まず武田軍2万のうち1万2000人を野員に紛れて西女さんに奇襲させ、これに驚いて下山した敵を信玄本体8000人が待ち構え攻撃するというものであった。信玄はこの作戦を採用、深夜を待って武田軍本体と別動隊がそれぞれ動き始めた。別動隊が奇襲に成功しなければ作戦は根底から来る。そうならないために別動隊は可能な限り多くの将兵を配備した。気がかりなのは本体に少数であること。これでは不測の事態が起きた時に適切な処置がしにくい。だがそれでも西女さんの敵とどうする。万が一の状況になっても致命的にはならぬはず。あまりに慎重になりすぎればかえって毒となろう。慎重すぎれば大きな獲物を逃してしまう。西女さんを襲撃する別動隊は春日虎綱を先頭に小太郎政、馬場信春、真田幸綱、小山田虎光などと先鋒衆で編成された軍勢であった。これに対し信玄の本体は嫡男の武田義信、信玄の弟信繁、信門、望月信頼、穴山信忠、山形正景、内藤正秀、諸角虎光、原正胤などで、これらは武田一門や海州で構成されていた。この武田軍本体は八幡原に布陣した。八幡原は西女さんからは少々遠いが、この地であれば献身に悟られずに済む。西女さんから敗走する敵をこの地で絡み取って一網打尽にしてくれ。西女さんから遠望すると海津城からは飯炊きの煙が盛んに上がっていた。これを見た謙信は武田軍が今夜動くことを察知する。信玄もまた決戦を望んでいるのか。ただ西女さんを奇襲して我らを撤退させるだけを目的とはしていないはず。我らと決戦するためにどこかで待ち受けているに違いなし。そこがどこなのかはおおよその見当はつく。信玄の策を逆手にとって武田軍に奇襲を仕掛ける。まず西女さんには100人ほどの兵を残し、かがり火を焚かせ消えないように偽装する。残りは直ちに山を降りる。霧の中で敵と遭遇しないために雨宮の私から渡河をする。霧を味方とすれば効果的な奇襲となる。霧の中から突如我が軍が姿を見せれば敵の動揺は激しいものとなろう。そうなれば予想以上に敵に打撃を与えることができる。奇襲でもって敵を殲滅する。霧を味方にすれば信玄でも予期できない奇襲となろう。謙信は諸将を召集し直ちに下山を命じた。上杉軍は9月9日猪国午後10時頃に西女さんを降り、雨宮の私を越えて川中島に布陣した。天かすかげもちは千の兵と共に東福寺にとどまり、敵側が背後をつくのを防げ、我らは残りの7000でもって信玄が布陣しているはずの八幡原方面に向かう。9月10日夜が明けると川中島一帯は濃霧に覆われていた。戦勝の試金石となるこの日、信玄は西女さんで戦いが始まるのを静かに待ち続けていた。しかしながら予期した戦闘の気配は一向に来ない。時が過ぎ、やがて日が昇り始めた。その瞬間、前方に見えたのは霧の向こうに並ぶ上杉の軍勢だった。この予想外の展開に武田軍に激震が走る。この時刻に敵が現れることはありえぬはずだが、だが上杉軍が我が別動隊のために改装しているわけではない。明らかに実戦も交えていない無傷の敵。我が策は謙信によって破られた。謙信は奇襲の策を見破っただけでなく我が本体の位置までも把握していた。まさに神業、これが天才というものなのだ。この状況は圧倒的に我が軍に不利。無傷の敵が霧の中から突如現れたのであれば、我が軍の心理的動揺は凄まじいものとなる。この心理的動揺は致命的な破滅をもたらしかねない。なんとかこの動揺という損失を素早く回復させねばならない。魚鱗から角翼に陣害をする。味方には内心の動揺を隠し冷静を装う。大将が動揺していたら全軍の収集がつかなくなる。そしてこの状況で最も適切な命令を出す。すなわち敵を確実に捕捉するための魚鱗の陣から敵を迎撃するための角翼の陣に変更する。
予期せぬ敵の出現のために陣害をして敵を迎え撃たねばならぬか。戦わずして総崩れになることだけは避けねばならぬ。別動隊はすぐに到着する。それまでに持ち場から離れず守り続けよう。信玄は相当の損害を覚悟した。この時信玄の本隊は総勢8000人、一方謙信の本隊は7000人ほどだった。数においては武田軍の方が少々優勢だったが、戦う前から心理的な打撃を被っていた。視界が悪すぎる。ここで一旦進軍を停止し霧が晴れるのを待つ。だが完全に霧が晴れてしまえば武田の別動隊がすぐに来てしまうだろう。霧による同士討ちの危険性は敵も同じこと。霧が続けば敵の別動隊も同士討ちを恐れて動きが緩慢となる。逆に霧が完全に晴れれば敵の別動隊の進軍は早くなろう。敵の別動隊が到着するまでが長期の時。この時間が長くなればなるほど敵本隊を殲滅する確率が高まる。故に完全に霧が晴れるまでは待たず、少し視界が良くなったところで攻撃に移る。同士討ちの危険性は残り、うまく指揮することもできないが奇襲による効果の方を優先したい。少々の危険を顧みなければ奇襲は成功しない。上杉軍の前進は一旦停止するが、若干霧が薄らいだ宇野国。午前6時頃に再び前進し戦闘が始まる。この時まだ霧は完全に晴れてはなく、視界の悪さは依然として残っていた。戦闘が始まってすぐに双方入り乱れての乱戦となったが、数に勝る武田軍は押され気味となった。敵は初めから混乱している。両翼を崩せば確実に勝てる。敵の両翼を猛攻せよ。薄い敵の両翼を潰して包囲殲滅する。合戦は早くも全面衝突の様相を呈していた。核翼の陣を維持するためにも両翼の補強に努めなければならぬ。両翼が潰れれば包囲される。そして簡単に殲滅される。ならば中央が薄くなろうとも両翼の瓦解を食い止めることの方が重要。上杉軍の両翼の攻撃を防ぐため、信玄は中央の兵力を抽出して両翼に移動させた。そのため武田軍の中央部はだんだんと薄くなっていく。我が軍の精鋭がそう簡単に潰れることはないと思うが、混乱して浮き足立っているためいつものような強さを発揮できない。なんとか踏みとどまらなければ。もはやこの後に及んで退却することはできない。もし退却でもしたら追撃を受けて一気に壊滅してしまう。退路はなし。死に物狂いで戦うしかない。信玄はその意思に反して背水の陣を敷くことになったのである。ここまで敵深くに踏み込んでしまったらもはや攻撃を中止し撤退することもできぬ。とにかく敵を切り崩し回想させるしか我らの生きる道はなし。敵の翼の先端を突き崩していけば確実に勝てる。だが敵は思ったより難強。そのため両翼を崩壊させるには時間がかかるだろう。しかし時はない。何としても敵の別動隊が到着する前に勝負を決めなくてはならない。もはや敵両翼の崩壊を待っていられない。両翼の崩壊の後に包囲殲滅するというようなことはあまりに時間がかかりすぎる。敵中央を突破して信玄の首を狙うしかない。幸い敵中央部は薄くなっている。ここに兵力を集中して敵本陣に殺到する。謙信は武田軍の中央突破を目指した。上杉軍による信玄本陣に対する猛攻で信玄の本陣を固める12段の備えのうち9段まで打ち破られる。かろうじて踏みとどまっていた尾部隊と穴山隊も押されて後退を余儀なくされた。残るは信玄の旗本だけが踏みとどまるという状態となる。ほぼ壊滅的状態となっていたが、信玄本陣は敗走せずにその場にとどまり続けた。上杉軍の必死の猛攻にも信玄本陣は耐えに耐えた。信玄の首を取れば我らの勝ち。敵中央真正面の敵を潰して信玄の首を取れ。戦闘は両軍の旗本同士が直接戦うという恐るべき混戦状態になっていた。一方西助さんの奇襲に失敗した武田の別動隊は八幡原方面の異変を知り急ぎ山を駆け下り川中島へと急いでいた。しかしこの武田の別動隊を阻止すべく謙信の命令を受けていた天笠隊が千曲川対岸に布陣していた。彼らは巧みに千曲川の対岸に布陣し鉄砲を打ちかけるなどして別動隊の道を遮断。結果武田の別動隊は信玄本陣にまで直進することができず不本意ながらも迂回して川を渡る道を探さざるを得なくなった。天笠隊は渡河点で武田軍別動隊を阻止し謙信のために時を稼いだのである。行く手を阻まれた武田軍別動隊は隊を乱しながら浅瀬を求めて駆け回り上流の天宮の渡しをどうにか渡った。
別動隊が来れば攻守は逆転する。我ら本陣と別動隊とで謙信を攻撃し、これを殲滅できる。そこまでの辛抱ぞ。別動隊が川中島に到着し、背後から上杉軍を攻撃し始めたのは美濃国、午前10時頃であった。これで形勢は逆転し、今度は上杉軍が窮地に立たされた。この時、謙信が信玄に切りつけ、信玄もたちを抜いて応戦したと言われる。敵本陣にまで到達し、ほぼ中央突破することができたが、後一押しで信玄の首が取れたもの。だが敵中央を潰したことで、うまく撤退することができる。ここで撤退しても武田本隊には追撃できるだけの余力はないはず。勝ち逃げする。壊滅寸前の信玄本陣はようやく到着した別動隊によって救われた。この乱戦で武田軍は武田信繁、油川彦三郎、諸住虎光、端鹿野源五郎、山本勘助らが戦死、信玄自身も負傷するという大損害を受けた。善光寺まで退却せよ。上杉軍は善光寺を目指して撤退を始めた。武田軍は追撃するが、甘春景持が奮戦して味方の退却を支援した。甘春景持は神狩りを務め、3日間丹波島で武田軍の追撃を防いだ。この武田軍の追撃は、上杉軍の名のある武将が全く討ち死にしていない点からするとそこまで激しいものではなかった。だが上杉軍は犀川を渡る際、激戦の疲れもあって歴史者が続出したという。圧倒的不利な状況で決戦を強いられてしまった。戦場で踏みとどまったものの、あまりに損害が多く、兵士たちには敗北感が漂っている。合戦は猿の刻、午後4時頃に終了した。戦いを終えた謙信は、合戦の3日後の9月13日に春日山城に帰還した。そして同日、謙信は戦功のあった家臣らに感情を発給した。この謙信の感情については、現在5通発給されていることが確認されている。俗に血染めの感情と呼ばれるものである。信玄も間もなく甲府に帰還した。しかし信玄は敗北を認めるかのように感情を発給しなかった。わずかでも優勢と判断すれば感情を発給する信玄なので、これは事実上敗北を認めたことになる。この戦いの戦死者は、紅葉軍艦によれば上杉軍が3117人、これに対し武田軍の戦死者数は記されていない。近世にまとめられた光悦新戦録や川中島合戦伝記には、武田軍の死者数が4600人以上、上杉軍が3400人以上としている。確定的な数値はわからないが、戦死者数において武田軍が上杉軍を上回ったことは確かと思われる。しかも上杉軍の戦死者には犀川を渡ろうとして激流に飲まれた者も含まれており、それを差し引いた実際の戦闘での死者はさらにその数を下回るだろう。観光令を敷く。戦場での出来事は口外すべからず、それとともに我が軍の勝利を古代に宣伝すべし。すなわち我らは戦いの後も戦場にとどまり続けた。しかるに謙信は戦場から逃亡しただけでなく、すぐに春日山城に撤退した。故に我らの勝ちであると。武田軍は多くの名のある武将が散っていった。信玄の弟武田信繁、油川彦三郎ら武田一門と、重臣の諸住虎光、端鹿野源五郎、足軽大将の山本勘助らが戦死した。信玄自身も負傷し、その嫡子の慶喜も傷を負った。一方、上杉軍で名のある家臣の戦死は伝えられていないことから、侍大将クラスの戦死者は武田軍の方が圧倒的に多かった。戦闘では優勢であった上杉軍だったが、勢力を拡大することはできなかった。それは信玄も同様だった。この戦いが終わっても信玄と謙信の勢力の境は変わることはなかったのである。最大規模の軍勢を引き連れても謙信を打ち破ることはできずかった。川中島のほとんどを領有したが、それ以上北上することもできない。要衝の飯山城の攻略は難しい。この城を落とさなければ、川中島を領有したところで謙信の侵攻を招いてしまう。損害が大きすぎる。武田軍の殲滅を狙ったが、この目的を達成したとは言い難い。信玄、謙信、双方ともに戦争目的を達成できず、その結果両者ともに現状を打破できない膠着状態となる。武田信玄と上杉謙信はこの第4次川中島の戦い以後、日田信濃や関東で対峙するが、二度と決戦に踏み切ることはなかった。第5次川中島の戦いも決戦にはならず、睨み合いの状態で終わった。相変わらず謙信は決戦を望んだが、信玄はそれを避けたのである。過去の壮絶な戦闘の痛手が心に深く残っていたからなのかもしれない。